ッケー、ちゃんと動いてる。何がって、この子がだよ。デジモンを改造しているって言ったでしょ。この子がここに仕込んであるマルグヤ、クモバチちゃん、ここを通過するユーザーを監視しているの。この子みたいに容量の小さいデジモンは汎用性が高くて、まるで容量の大きなデジモンはパワーや競り能力が凄まじいけど、その分見つかりやすくてマルウェアには向いてない。ほら、仕事に戻るよ。次行くけど、君デジモン持ってきているよね。なら護衛よろしく。私デジモン持ってないから。何？デジモンがいないのにハッキングしているのが不思議。私にしてみれば、誰が作ったのかもわからないデジモンやデジモンキャプチャーに安易に頼る方が不思議。だってどんな組み方されているのかわからないんだよ。私は自分でプログラムを組む。ロートルってバカにする人もいるけど、一世代前のハッカーはみんなこうだったんだよ。デジモンが見つかって、デジモンキャプチャーが普及するまではね。今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんの千歳もデジモンを持っているけど、あの二人はもっとすごいよ。私はバトルしないのかって。必要ないもん。戦うのはお兄ちゃんの仕事。あと君はうちのチームの新しい鉄砲玉だってお兄ちゃんが言ってた。とにかく護衛は君の仕事ってことが言いたかったわ。分かったら早く連れて行って。このマルウェア、妙なエラーが起きてる。ここのマルウェアのヒメバチちゃん、この子もこのエリア一帯を監視しているマルウェアなんだけど、検知不能の何かを捉えたみたい。解析装置が処理を終了できなくてエラーを起こしてる。君、この辺りで情報収集してきて。この子が何を見たのか知りたい。妙なものが現れているのならユーザーの中に目撃者がいるはずだから。いるはずのない猫。電脳空間の隠し部屋、紫髪の電脳魔女、他にも妙なオカルト話が広まっているみたいだけど、この3つはどれもクーロンで目撃されているみたいだね。うん、行ってみよう。興味ある。怪現象の正体。ああ、オカルトを信じているわけじゃないよ。きっと猫はアバターを改造したハッカーのいたずらだし、隠し部屋は表層に見えないバックドアが別エリアに繋がっているだけ。電脳魔女はただの占い好きの美人だけど、原因は突き止めておかないと。ここのマルウェアはイニシャライズしたけど、
また同じ現象が現れたら同じエラーを引き起こすかもしれない。ここが噂の場所だね。ハッキングの痕跡はないみたいだけど。嘘、猫本当にいた。見失っちゃう、追いかけて。いなくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。これが電脳空間の隠し部屋。待って、今リンクをつなぐ。でもこんなの変、こんなのありえない。こんな膨大な処理、一つのサーバで回しきれるわけがない。ログも痕跡もリアルタイムで暗号化されてる。通常のアクセスじゃ弾かれる。それなら君、行ってきて。驚いた。あなた誰に導かれてここへ来たのかしら。あの子の運命の枝か、それとも。はい、答えなくていいわ。すでに導かれているのだもの。きっと必要なこと。とにかくあなたはここを訪れた。ようこそデジラボ。デジタルモンスターラボラトリー、略してデジラボよ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。デジタルワールドについては今は特に知る必要はないわ。時が来れば必ず知ることになるから。私は三神楽ミレイ。そうね、ここの管理人みたいなものよ。この場所からとある運命の交わりを見守っていたのだけど、私自身驚いてるわ。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所か。もういえ、気にしないで。こっちのことよ。